坂本隅子は、ラテン、歌謡曲の歌手、俳優。愛称は、おみ。異名は、ラテンの女王。大阪府大阪市東住吉区出身。学生時代から発声をクラシックの木下多元の元で学び、プール学院高等学校を卒業する。プール学院時代の同級生に、女優の三谷歌子がいた。NHK 大阪が商談を経て、 大阪9番ボーイズの近藤正春の勧めもあり、ラテン歌手として独立してデビューするが、当初は歌手として全く売れなかった。1959年12月に愛情児と共に取り下ろすパンチョス日本公演の前座歌手となり、ラテンの女王として一役流しれて人気歌手となる。ホウトモコラと共に1961年から始まったテレビ番組、夢で会いましょうで、 主題歌を歌い、NHK 紅白歌合戦に1961年から1965年まで5回連続出場した。私生活では映画評論家で人気司会者の栗原玲二と結婚するも1966年に離婚する。二人で離婚会見を行った際に栗原が坂本側に離婚原因があるという発言を繰り返したことから反論する意思は 当初なかった坂本側が翌日になって反論した。セックスレスの他に栗原側から別れてくれと言われたことが離婚の原因で結婚後に栗原が同性愛者と気づいたが懸命に尽くしても結局無理だったと語った。坂本は後年皮膚科医石井玲次郎と再婚した。1971年にソニーへ移籍後の第一弾である夜が明けてがヒットして 歌手として復帰し、続いて、浮雲もヒットする。1973年には、再婚相手の石井との間の娘発売。CD ジャーナルニュース2021年1月18日、閲覧。歌手、女優、坂本住子さん死去84歳、奈良山節子主演。熊本日日新聞社。 https://kumanichi.com スラッシュニューススラッシュ it822102021 年1月23日閲覧。ありがとうございます。